どうも、料理研究家のだるいまです。さて、今回はですね、皆様から非常に大好評を得ております極みシリーズですね。極みシリーズというのは、私だるいまが一番美味しいと思っている定番料理を皆様にご紹介するコーナーで、少しだけ手間がかかるものもあるんですけれども、その分驚くほど美味しい一品をご紹介します。そして今回皆様にご紹介する料理、極みツナマヨおにぎりですね。今回ご紹介するツナマヨおにぎり、もうね、皆さん絶対に一度試してみてください。他のおにぎり食べられなくなります、それほど美味しい。そしてですね、僕の極みツナマヨおにぎりは、ツナマヨの部分がね、めちゃくちゃ変わってるんです。とある食材を入れることで、味はもちろん食感まで楽しいツナマヨに仕上がりますので、ぜひお試しください。ということで材料紹介ですね。せーの、ボン。ツナ缶、マヨネーズ、たくあん、めんつゆ、生米、そして塩昆布にめんつゆ、みりん、お酒、ごま油、以上です。でね、材料の紹介をしていきます。今回はね、ツナマヨになんと、じゃん、たくあん、これを使用します。このね、たくあんのさっぱりとした味わいと、マヨネーズのね、コクがあってまろやかな味わい、これらを組み合わせることでね、もう最強のツナマヨに仕上がります。そしておにぎりなのでね、海苔はお好みでご準備ください。ということで早速作っていきましょう。ということで、まずはこの生米ですね、こちら洗っていきます。でね、お米は1回目のお水をすぐに吸い込む習性がございますので、1回のお水を入れたらね、もうすぐに流す、そして2回目から研いでいく感じですね。あとはお米をね、潰さないように何回か研いで、この研ぎ汁がね、透明にならなくていいです。うっすら濁ってる程度になるまで研いでいきましょう。というのもですね、お米を研ぎすぎると、お米本来のね、旨味が抜けてしまうからです。 3,4 回軽く研いだらこれで OK。そしたらですね、お次に炊飯器釜用意していただいて、こちらにお米、ということでこちらにね、まずめんつゆ、はい、めんつゆを入れることでね、かつおや昆布のうまみをお米に吸わせることができます。そしてこの塩昆布ですね、お米と昆布を一緒に炊くと非常に艶やかで香りよく仕上がりますよね。今回はね、その原理を生かして塩昆布を使います。ではなぜ昆布ではなく塩昆布かというと、塩昆布にね、表面に粒々の粉がついておりますよね。この粉がね、非常に美味しいんですよ。この粉をお米に吸わせることで美味しいご飯に仕上がります。そしてこちらにみりんですね。みりんもね、お米を艶やかにさせる効果がございます。そしてお酒ですね。お酒はなぜ加えるかというと、まずお米の炊き上がりのね、香りが非常に良くなるから。そして何よりお米がふっくらと、そしてね、艶やかに仕上がるんです。そして今回はね、和風ツナマヨおにぎりなんですけども、少しだけごま油加えます。そしてお水、こちらをね、しっかりと混ぜ合わせます。今回ですね、お米に下味をつけるんですけども、この下味はね、それほど濃くはありません。というのも、やはりね、メインはツナマヨだからです。はい、ということでこんな感じでしっかりと混ぜることができたら、こちらを炊飯器にセットしまして、あとは普通に炊き上げるだけ。そしたらおてきー、ということでね、たくあんです。まずね、こちらのたくあんをソースに馴染みやすいようにね、みじん切りにしていきます。まずはこんな感じで薄く切って、そしてたくあんを並べると、お次にたくあんを端からね、千切りして、あとはこちらをくるっと90度に回して端から切る。これでね、みじん切りの完成ですから。はい、ということでね、こんな感じ、このぐらいね、細かくたくあんをみじん切りにすることができたら OK。 フランがあーんと泣いてますね。たくあーん、あーん、たくあーん、あーん、ごめんね。ほら、フランスクワットするか、追い込むぞ。ということでね、こちらのたくあんは容器へ。はい、ということでね、あとはこちらに材料を混ぜ合わせるだけですね。まずはツナ缶ですね。このね、ツナ缶に含まれているオイルを少し切っていきます。で、オイルの切り方なんですけども、蓋を少し上にやってずらして、ギュッと押したらこんな感じでね、オイルが染み出てくるので、こちらをね、捨てるだけです。こんな感じでギュッと押さえながら捨てる。完全にね、オイルは切らなくて大丈夫です。というのもね、このオイルにもツナの旨味がしっかりと詰まっているからですね。ただオイルが多すぎるとちょっとね、ギルティーすぎますし、おにぎりがね、べちゃべちゃになってしまいますのでね。はい、これで OK。 そしたらですね、たくあんの中にツナ加えます。
そしてこちらにマヨネーズ、そしてねこのツナマヨに旨味をプラスするために少しのめんつゆですね。めんつゆはねご飯の方にも加えてるんですけども、このツナマヨにも少し加えることで一体感が増しますので、そしたらねこちらをしっかりと混ぜ合わせましょう。はい、ということでねツナマヨは完成ですね。おにぎりに加える前にねぜひともこちらのツナマヨを味見してみてください。飛びます。はい、ということでですねご飯が炊き上がったので見ていきましょう。ひらけごまっちょ、香りが非常にいいですね。そしたらですねこちらは切るように混ぜてください。こんな感じでねおこげもできてます。はい、こんな感じ、混ぜ合わせることができたら OK。 そしたらですね今回は、だいたいですね通常のサイズのおにぎりなら4個分ぐらいございますので、これをね4等分します。はい、こんな感じでね4等分に分けて、こちらをねラップに分けていきます。1、2、3、そして4ですね。でご飯をねそれぞれ真ん中に置いていきましょう。ちょっとね平べったく置いてください。こちらはですね冷ましてからやるよりかは熱々の状態でねもう握った方がいいと思います。というのもですね熱々の状態でおにぎりを作る方が蒸気が外に逃げず、冷凍庫で保存しても炊きたての味わいを楽しむことができるからですね。これはね今回の極みツナマヨおにぎりに関わらず、ご飯を普通に冷凍する際にも使える方法ですので、必ずね一旦冷ますのではなく熱々の状態のままラップで包むようにしましょう。そしたら真ん中にこのツナマヨをね加えていきます。このツナマヨもね真ん中にグッと乗せる。結構ねたっぷりめに乗せることができると思います。ということでこんな感じ。そしたらですねこれらは熱々のうちにね包んでいきましょう。で包む方法なんですけれども、ラップをですね中心にこんな感じで持ってくるようにすると、自然にねツナマヨの部分が真ん中に来ますので、とりあえず包んでいきましょうか。お米の蒸気は逃がさないように素早く包みましょう。はい、ということでね包み終わりです。そしたらあとはおにぎりをね握り込むだけですね。これで完成なんですけれども、お好みでね焼き海苔や味付け海苔を巻いて召し上がってもいいかと思います。はい、ということでね極みツナマヨおにぎり完成しました。それではいただきまっちょ。いただきます。優勝うますぎます。うまっ。まずですね周りのご飯、お酒を入れているのでふっくらとね艶やかに炊き上がっているほか、昆布やめんつゆの優しい旨味や風味が口いっぱいに漂います。そしてこの中のツナマヨですよね、マヨネーズのコクのある味わいとたくあんのですね酸味がありつつの優しい甘み、これが非常にマッチョしております。もうね今回お米2合炊いたんですけれども、これねおにぎり4つ全て余裕で食べられますよ。本当にそれほど美味しいので。ということで今回の極みシリーズいかがだったでしょうか。この極みツナマヨおにぎりもうね完璧な味に仕上がっておりますので、ぜひお試しください。それでは See you next match ね。バイバイ。